はいさーい。いやー、沖縄はね、もう梅雨に入りまして、毎日ひどい天気が続いております。まあそれは置いといてですね、本日も元気に動画撮っていきたいと思います。僕職業がカメラマンですので、職業柄よく来る質問があってですね、写真編集をしたいんだけどパソコンのスペックどういうものを選べばいいかわからない、教えてくださいっていう質問ね、これ結構多いんですよ。僕の中で写真編集用のパソコンのスペックっていうのは最低限このぐらいあるといいですよって明確な基準っていうのがあるんですね。で、この明確な基準に準ずるパソコンっていうのをいろいろ探してたんですけれども、なんとですね、今回ちょうどいいスペックのパソコンを提供していただくことができまして、こちらの紹介をしながらね、どういうスペックのパソコンを選んだらいいのかっていうのを皆さんにね、今日はお伝えしていければなと思っております。それでは最後まで動画を見ていってください。はい、ということで本日紹介するのはこちらのプレステージというゲーミング PC でございます。なぜね、映像や写真の編集にゲーミング PC って思う方もいると思うんですよね。それについての説明っていうのをまず簡単にします。基本的にね、ゲーミング PC っていうのはスペックが高いんですよね。PC ゲームやったことある人はわかると思うんですけど、スペックが低いとタイムラグとか画面が固まったりでね、もうイライラするんですよ。そういうことにならないように、ゲーミング PC の多くっていうのは冷却システムとか CPU、GPU、メモリなどあらゆる機能に重きを置いて作られてるんですね。ここまで説明すればピンとくる方もいるかもしれないんですけれども、そう、編集作業において重要なパソコンのスペックはまさにこの冷却がちゃんとできてるかとか CPU、GPU、メモリなどなんですね。つまりストレスなくゲームをできるように組まれた PC っていうのは編集作業にも向いてるっていうことが言えるわけなんですよ。はい、ということでこちらのパソコンを紹介する前に、まず僕がね、写真編集用のパソコンとしてこのぐらいのスペックはあった方がいいよという基準を設けてるって話をしたと思うので、そちらをまず見ていただきます。こんな感じですね。こちらを見ながら説明していきましょう。最初に出てくるこの CPU という項目、これはパソコンの脳みそみたいなものですね。で、いろいろとあるんですけれども、インテルの Core i5 もしくは Core i7 以上のものと言われているんですね。できればね、クワッドコアとか6コアとかね、そのぐらいはあった方がいいかなと思っております。続いてはメモリという項目ですね。こちらもね、あまりにも数値が低すぎると、いくつかこう並列で作業をやってる時にパソコンの動きが重くなるんですね。で、基本的に、メモリは 16GB 以上あれば、写真編集には向いてるとは言われてるんですけど、僕はね、余裕を持って 32GB ぐらいあった方がいいかなって思って、自分のパソコンも全部 32GB にしてるんですね。続いてストレージ、これはデータをパソコンの中にどれだけ保存できるかという数値なんですけれども、これはね、実はそんなに高くなくていいんですよ。なぜかというとですね、ノートパソコンを使うときって大体こういう外部ストレージっていうものを使うんですね。なので、外に重いデータを持っていくので、パソコンの中はね、基本的にソフトを保存したりとか、ある程度のデータを一時的に保存しておけるっていうぐらいの容量があれば十分です。でも 512GB 以下だとね、さすがに使い勝手が悪いので、このぐらいをもう最低限として覚えておいてください。で、もう一つ、ストレージの種類にはハードディスクと言われているものと SSD と言われているものがあります。で、この SSD と言われているものが、高速で軽量です。なのでね、内部ストレージはできれば SSD が入っているものがいいです。続いてこちらの GPU っていう項目ですね。こちらの項目は何かというと、パソコンでグラフィックスを表示するときにですね、そのグラフィックスの表示速度とかそういったものに影響してくるものなんですね。もちろん写真もグラフィックスですので、当然この GPU っていうものが強ければ強いほどいいんですよ。で、この GPU はですね、基本的に GeForce というこちらのものが一番有名なものになってるんですけれども、 GeForce のね、 GTX1050 以上が基本的にはいいというふうに言われてるんですね。で、最後モニターなんですけれども、こちらはね、できれば15インチ、買ってください。画面が大きければ大きいほど広いスペースで作業ができるのでね、やっぱり作業はやりやすいですよ。で、色に関しては Adobe RGB 相当のものがいいです。はい、比べてみると一目瞭然ですね。写真編集に非常に向いてるスペックなんですよ。サンスタ、まずね、僕がいいなと思ったポイントから挙げていきたいと思います。まず一つ目、モニターがすごく綺麗です。モニターは 4K のノングレア、ノングレアっていうのは映り込みを極力排除したものです。で、Adobe RGB 相当の美しい色再現度。正直モニターに関してはスペック上もうちょっといい PC っていうのもあるんですけれども、僕が実際に使った感じでは十分編集に必要なクオリティを満たしてます。で、モニターのクオリティっていうのは写真の編集の仕上がりに直結するので、これは重要なポイントですね。ベゼルも薄いので PC のサイズは小さくて、画面のサイズは大きくという理想的なバランスを実現しているパソコンと言えますね。
で、その2、CPU はインテル第10世代コアプロセッサーを搭載してます。まあ先ほど言ったように CPU っていうのはパソコンの脳みそです。ここがボロいとね、どうしてもパソコンの動作っていうのがもっさりしてきますから、第10世代のコア i7 そして6コアのものが入っているということで、非常にストレスなく編集ができるかと思いますね。で、メモリも 32GB ありますので、その点もクリアしております。まあ、さっきも言ったようにね、メモリは16あれば本当は十分なので、32あるっていうところでね、すごくいいんじゃないかと思ってますね。で、それからその3、GPU が GeForce GTX シリーズで、もうこれも申し分ないです。で、さっきも伝えたと思うんですけど、 GPU っていうのはこの GeForce の GTX シリーズの1050番台以上であれば写真編集に向いてるという話をしたと思います。こちらのパソコンはですね、 1650MAX9 というものを積んでおりますので、この GPU に関しても全く問題がないです。というかね、素晴らしいです。はい。で、それから素晴らしいポイント4つ目、サンダーボルト3の端子口をなんと標準装備しております。サンダーボルト3は最大転送速度も速いですからね。この USB Type-C ポートが、まあ、2つ搭載されてますね。ディスプレイポートもしくは HDMI 端子液晶モニターに、映像を出力することも可能となっております。その他にも USB ポートが2つ、マイク端子とヘッドホン端子もあるので、もう動画制作なんかもしやすそうですよね。で、これだけのスペックを搭載していながら、本体のサイズはなんと薄さ 15.9mm、 重さ 1.6kg なんです。まさに高性能を気軽に持ち歩く PC っていった感じですよね。このパソコンはね、この薄型にもかかわらずバッテリーの駆動は最大16時間もありますので、あのスペック上ですけどね、外での編集作業にもぴったりですよね。電源取れない場所なんかで。まあ、1点気になるのがですね、内部ストレージが 512GB の SSD ということで、僕が設ける基準のもう最低限というところです。なので、あのどうしてもね、外付けの SSD なんかは必要になってくると思います。外付けの SSD なんかも今どれがいいかってね、いくつか買って検証している最中ですので、またそれについても後日別で動画を出したいと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。これだけのスペックで価格はだいたい税抜きで20万円ぐらいで売ってますね。Mac でこのスペック組んだらね、絶対その金額ではいかないですから、あのそういった意味ではね、一つの選択肢としてはすごくありなんじゃないかなと思っております。費用対効果を考えた時に、こちらのパソコンのコスパっていうのはかなりいいかなっていうふうに僕は思いました。で、実際にこちらで Lightroom と Photoshop を動かしてみましょう。はい、それでは今 Photoshop 開いてますので、画像を一つ読み込んでみましょう。じゃあこちらを選択して開くをします。はい、すぐ開きますね。あのこの辺りタイムラグなんかも特にないです。で、明るさなんかをスライダーでこうやっていじっても、ダイレクトに反映されますね。全然タイムラグが出ないのは、このパソコンがやはり編集に向いているということが言えますね。トリミングなんかもしてみましょう。トリミングボタンを押すとすぐトリミング出まして、こういう感じでね、はい、すぐ反映させることができました。だいぶ素晴らしいんじゃないですかね。続いてズームインなんかも試してみましょう。あ、いいですね。ボタンを押すとすぐズームインしてくれて、素晴らしい操作感だと思います。今フォトショップを使った限りではもう見ての通り全く問題なく本当にスムーズに動いてくれますね。続いてライトルームを立ち上げてみたいと思います。はい、ライトルームの起動をしています。起動も結構早いですね。はい、もう起動がされちゃいました。これかなり早い方です。で、もうこちら読み込みが済んでますので、これちょっと触ってみましょう。スライダーを動かしますね。はい、こちらもダイレクトにしっかりと反映されてくれます。タイムラグなんかは全然ないですね。結構性能の弱いパソコンだとこういう風にね、拡大した時にあの結構遅れてきたりとかするんですけど、これは一切そういうことないですね。こうやって写真を動かすのも非常にスムーズに滑らかに動いてくれます。やっぱりね、編集はパソコンのスペック大事ですよ、本当に。はい、ということで以上でございます。まあ、僕が最低限このぐらいのスペックがあれば、あの写真編集問題なくサクサクできますよっていうスペック通りのパソコンになっておりますので、見ていただいた通りにね、本当にサクサク動いてるのが分かったかなと思います。編集用のパソコンね、あの自分で選んで失敗したくないとか、ケチってね、後々うわーケチらなければよかったなって思いたくないっていう方はね、ぜひこちらあの概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方は見てみてください。はい、ということでね、また写真に関する動画アップしていきたいと思いますので、本日はここら辺でさようなら。 See you!